これでいいのか？マインクラフト。注意。この動画はマイクラを読むのめんどいので、あとは自分で読んでね。見よこの人参の在庫。どう見ても過剰供給だよ。だがこの人参の在庫もいつか底をつくんだろうな。あいつまたつと話してるのか。話してたら怖いよ。話しかけてるだけだよ。あ、ジッス。やあ、クリトリさん。今日は君のだー愛好きな人参を持ってきたぞ。マジっすか、あんた噛みすぎ。もうね、いくらでもエメラルドあげちゃいます。今日も儲かった儲かった。あ、この人参の形、美しき曲線美。野菜フェチの大富豪ねー。この前さ、鉄が足りないから、トラップタワーが作れないって言ったでしょ。でもあれは勘違いだった。鉄の在庫は意外とあったよ。作業台島とか廃校前の拠点のチェストに在庫があったよ。でも前回の作業を考えると、そんなのすぐに使い切っちゃうんじゃない？実はね、さらにたくさんの鉄があるんだよ。すぐ近くにね。鉄なんてここに大量にあるじゃないか。え？壊しちゃうの？壊すというか、作り直す。鉄ブロックをエメラルドブロックに変えるよ。エメラルドでもビーコンは作動するからね。足りねえし。人参とジャガイモの収穫作業の、汗と涙と血の努力の結晶が、今、ビーコンに光をもたらす。天まで届け。野菜の力。健康に良さそう。さて、圧縮した鉄を解凍するぞ。これで再び鉄使い放題だ。いっぱいピストンができる。いっぱいピストンができる。なんだかピストンを一度に64個、一気に作るのが普通になってしまった。恐ろしい勢いでいろんなものの在庫が減っていく。まあ、しょうがないさ。またいつか地道に集めればいいのさ。とりあえずピストンとリピーターをこんだけ作った。あと丸石もたくさん集めておいた。ビーコンのおかげで楽に大量に集めることができる。さあ、作業再開だ。何もしなくても勝手に金が集まる。夢の施設を作ろうじゃないか。これをさらに高くしていくの？いや、隣に同じものをもう一つ作ろうと思う。このホッパーに落ちてくるように作っていくよ。もちろん今あるトラップタワーを高くするのでもいいけどさ、落下死するとめんどくさいんだよね。僕の名前はピーターパン。おっぱいが大好きなナイスガイさ。で、ここはネザーランドって言ってね。子供だけが住める夢の国なのさ。大人はみんな死んじゃうんだ。君たちは子供でよかったねー。童話の世界は残酷だねー。ガストが湧くと厄介だから、チェストにある材料を取りに行くときには、毎回毎回上を湧き潰ししないといけない。そんなにガストが厄介なの？あいつら僕が苦労して設置した感圧板と、リピーターを吹っ飛ばすからなぁ。とにかくここは火気厳禁なんだよ。あんまり落ちてこないねー。もっと、もっと金の飴を、豚よ、遠慮なく落ちてこい。やはりまだ使い物にはならないな。さらに性能アップが必要だ。ずっとトラップタワー作りをし続けるのも面白くないから、ちょっと観光に行こうじゃないか。観光？いいものを発見したんだ。ネザー要塞？湧き潰しをしていたら見つけちゃった。せっかくだからお邪魔しようじゃないか。お宝あるかな？柱に螺旋階段を作って登ってきました。こんにちは。ちょっと見学に来ました。チェストの中身とか勝手に持っていくんで、そこんとこご了承お願いいたします。
きっとみんな許してくれるよ。見つけたお宝は山分けにしようじゃないか。なんでだ？この要塞を見つけたのは僕だぞ。僕の方が多くもらわないとおかしいよね。ええー、ケチ。じゃあ服を脱いだらもらえるお宝が増えるってのは。あれ、松明がある。ということは、ああ、ここ見覚えがある。天井にグロウストーン、そして近くにマグマの井戸。これ2番目に発見した要塞だ。お宝が手に入ると思ったのに。っていうかこの要塞でかすぎだろ。このまま何も持ち帰らないのは嫌なんで、ネザーレンガを持って帰ろう。地中に柱が埋まっているな。柱なんてたくさんあるんだから、一本くらい持って帰っても誰も文句言わないよね。柱を持って帰る？この柱のネザーレンガを全部持って帰る。作業の邪魔なんで登ってこないでください。最近ゾンビピッグマン下に落ちてばっかだな。あんたが落としているんだよ。はい、回収完了。ほら、すっきりした。結構時間かかったね。うん。時間を無駄にした気がする。まあ、時間なんていつも無駄にしているけどね。ついでに水晶も持って帰ろう。同じ高さまでできたぞ。湧き層が2倍になったね。っていうか、あのゾンビピッグマンどこから来た？うわぁ、上にめっちゃ湧いてる。全然湧き潰し終わってないじゃん。下から見てもわからないんだよね。高いところに来て初めて湧き潰しができてない場所に気づく。まだまだ爪が甘いみたいだね。10分間で金塊54個か。つまり金インゴット6個分。ブランチマイニングとトラップタワー。どっちの方が効率いいかな？いや、ブランチマイニングより効率のいいものを作らねば。戦力岩もいっぱい集めたし、壁作りもぼちぼちやっていきましょう。なぜそんなに壁を作る？ただなんとなく作りたいだけだよ。高いところに行くと、湧き潰しができていない場所を発見できる。壁作りは無駄な作業ではないのだ。高い場所を移動するのにも便利だしね。さあ、どんどん作っていこうね。さて、新しいメンバーに登場してもらおう。新しいメンバー？しばらくの間、僕のために労働してもらう仲間を召喚するよ。なんじゃそりゃ。この黒き大地に真っ白な何かが舞い降りる。いでよ、スノーゴーレム。雪だるま？閉じ込めちゃってごめんね。しばらくの間、雪を作ってもらうよ。さあ、雪かき祭りの始まりじゃ。おお、めちゃくちゃ雪が集まっていく。これで雪集め放題ってことか。前は山に登って地道に集めていたんだよな。早くこのテクニックを知っておくべきだった。これで雪ブロック作り放題だ。でもなんで雪ブロックを集めてるの？ちょっと白いものを作りたくなってね。チェストを置いて、ホッパーをつけて、新しいトラップタワーを作るの？そういうこと。まだ湧き潰しは終わってないけど、先にトラップタワーを作ってしまおう。今ある材料でトラップタワーを作ってしまい、その後さらに湧き潰しをしていこう。雪で作るの？冷やしトラップタワーはいかが？なんで雪で作るのよ。溶けちゃうよ。溶けません。マイクラ界の雪は不思議物質なのです。でも雪で作る必要性なんてないでしょ？ないよ。単に見た目が綺麗になりそうだから雪にした。どうですか？これが雪というものなんですよ。足が冷たいでしょ？凍傷になるといけないから下に降りた方がいい。素直に邪魔って言いなさいよ。ゾンビピッグマンたちよ。ここでは雪は珍しいから見に来たくなるのはわかる。でも作業妨害をするのはどうかと思うね。僕は必死に君たちの仲間の処刑場を作っているんだ。邪魔しないで見守っていてほしい。これじゃ言ってることが意味不明な悪役だよ。ずっとネザーに居続けると頭がおかしくなりそうだ。もともとおかしいでしょ。ちょっとお出かけしましょう。
4番目の海底神殿の島へ行こう。この島で石集めをしよう。鉄道があるから物資の輸送が楽にできるはずさ。いい場所を見つけたよ。早速ビーコンを設置しに行こう。ここから一気に地下深くまで行こう。なんでわざわざこんな場所を選んだの？僕の使っている4段ピラミッドビーコンは、下50ブロックまでが効力のある範囲なんだ。で、低い場所にビーコンを設置すれば、ダイヤモンドとレッドストーンがある高さの場所でも、超高速採掘ができるようになるのだ。この作業のメインの目的は石集めなんだけど、ついでにダイヤが取れたら嬉しいよね。ということで、ダイヤのある高さでの石集めをやるぞ。採掘したものはすべて持ち帰る。石、戦力岩、安山岩、花崗岩、すべてを持ち帰りだ。今後のことを考えて、あらゆる素材を集めるってことね。レッドストーンなんていくらでも出てくる。だが、いざ必要な時にないと困る。お、ダイヤだ。何度かマグマダイブしていろいろ失ったからダイヤ欲しいです。ほんと、ビーコンって素晴らしい。あ、またダイヤだ。爆速つる橋を修理するためにもダイヤ集めは必須です。いやー、掘った掘った。疲れた。いくら爆速で掘れるとはいえ、採掘は疲れるもんです。どれだけ掘ったかをお見せしましょう。こんなにたくさん掘れるのが普通になってしまったね。やっぱりビーコンはチート級アイテムだ。これだけたくさんの丸石があれば、しばらくは困らないだろう。さあ、お持ち帰りしちゃおう。鉱石はこんな感じ。やはり鉱石を狙うのであれば、ブランチマイニングの方が効率がいいや。すべての石を掘りまくれば鉱石がたくさん見つかると思ったが、そうでもなかった。水流が使えないトラップタワー作りは大変だな。マグマでモンスターを流すことができれば、もっと簡単に作れるんだが。作業台島に荷物を取りに来ました。ついでにブランチマイニングをしたらダイヤもゲットしました。あんたはダイヤを湯水のように使うからね。ダイヤモンドは生活必需品さ。で、取りに来た荷物というのはこのレッドストーンです。実はこんなに在庫があったのだ。あれ、ネザーゲート作ったの？ここに来るまでちょっと時間がかかるから、ネザーゲートでショートカットできるか試してみた。それじゃあ、帰りますか。あれ？ここは拠点？はい。自宅地下に到着。めちゃくちゃ早い。作業台島のゲートとネザー拠点のゲートが、偶然結ばれたんだ。向こうに行くのは数分、帰りは数秒だ。ピストンとリピーターはたくさん作れたが、ここでまた問題発生。スライムボールがかなり減ってる。大量の粘着ピストンを作ったからね。スライム狩りをしないといけないね。ということで、ラブホテルの地下に行きましょう。ここでもビーコンを使った採掘をやったため、めちゃくちゃ広い空間ができてしまいました。前の面影が全然ないよ。でもそのおかげで新しいスライムチャンクを見つけちゃいました。つまり、ラブホテルの地下には2つのスライムチャンクがある。そんなぐちゃぐちゃ音を立てるなんて悪い子だ。お仕置きが必要だね。いつから僕はお仕置きという言葉が、いやらしい言葉だと思うようになったんだろう。片方のスライムチャンクでスライム狩りをしている間に、もう片方のスライムチャンクでスライムが湧いてくれる。効率よくスライムボールが集められるね。意外と大量に集まるじゃないか。スライムボール不足で困ることはもうないだろうね。さあ、完成したトラップタワーをお見せしよう。
ついに完成したのか。これがゾンビビッグマントラックタワーだー。うひゃー、なんかすごいことに。見ろ、ゾンビビッグマンがゴミのようだ。最高のショーだと思わんかね。長い戦いだったなー。ウィザースケルトン狩りよりもずっと時間がかかった。あの時よりも徹底的に割り潰しをしたつもりだ。トラップタワーを作って改めて感じたが、やはり一番大事なのは割り潰しだな。すればするほどトラップタワーの性能が上がっていく。割り潰しが十分にできていない状態だと、たとえ基礎を増やしても性能はあまり良くならなかったよ。一番めんどくさい方法でその結論にたどり着いたんだね。そうだね。ゾンビピックマントラックタワーはあまりにも作るのがめんどくさすぎる。ちょっと上まで登ってみようか。落下耐性4のブーツを履いていても落ちたら即死する世界へご案内。バカと煙は高いところへ。まあいつものことか。僕は常に高みを目指す。そんな努力を惜しまない男、それが僕さ。言っていることがバカっぽいよ。で、本当に高いなぁ。ガストに襲われたら確実に死んじゃうよ。大丈夫。ここはガストさえ湧くことが許されない領域。この辺一帯は僕が占領したんでよろしく。それにしてもよく雪でここまで作ったもんだ。一度もガストに攻撃されずに、順調に作ることができたよ。5分間でどれくらい金が集まるか計測してみよう。チェストが空なのを確認。今はピースフルにしているので豚は落ちてきません。さて、ここで難易度をピースフルから変えると、すごい光景が見れるよ。すごい光景？初めて見た時はびっくりしたよ。さあ、ショータイムだ。難易度をノーマルに変えて、5分間計測だ。すごい落ちてくる。金の雨じゃ、天の恵みじゃ。これを初めて見た時は大興奮だったよ。さて、ここでちょっと変化する。あれ、落ちてくる豚の数がかなり減ったよ。最初はすごい勢いで落ちてくるんだが、しばらくすると落ちてこなくなる。あ、やっと落ちてきた。しばらくすると少しずつ勢いが戻ってきて、その後は安定して落ちてくるようになるよ。理由はわからないけど。さて、計測が終わるまで暇だな。フリートークといこうじゃないか。ニトリ、何か話してよ。私から話すことは特にないよ。なぜ1秒も考えずにすぐそういうこと言うんだよ。1秒以内に話題がないことに気づいたんだよ。仕方ないなぁ。マイクラと全く関係ないけどさ、僕、おっぱいミサイルってのが嫌いなんだよね。おっぱいってさ、世界平和のために存在するのに、それで他人を傷つけるなんてもってのほかだよ。なんていうか、悲しいことだと思わないかい？おっぱいを触って、ああ、幸せだー。ってなる世界がずっと続いたらいいよね。僕は宗教とか意識していないけど、そんな世界のためだったら祈りを捧げてもいいかなって。おっと、計測終了だ。とにかく、平凡な暮らしにちょっとおっぱい。そんな日々を過ごせたらいいよね。ねえ、ニトリ。え、なんだって？無視すんな。って絶対聞こえてただろ。すごくくだらないと思いました。フリートークなんてくだらないくらいでちょうどいい。そういう問題じゃない。僕は世界平和を祈っているという、いい話だったのに。いい加減な話だったよ。まあ、それは置いといて。置いとかなくていい。もう話さなくていい。それは置いといて金の集計をしよう。インゴットにしたらいくつになるでしょうか？正解はこの後すぐ。あれ？チェストが増えてる。当然さ。金が大量に集まったんだもん。ラージチェストを用意するほど集まったのか。そういうことさ。金だらけなんだよ。ということで、5分間で金インゴットが17個手に入りました。ということは10分でだいたい30個。1時間で180個集まるのです。ブランチマイニングをするより集まるのかな？
放っておけば勝手に集まる。だから掘るよりも楽に大量に集まるのさ。金が大量だ。これなら金のピラミッドも作れそうだね。ふっふっふ。どうしたの？ふっ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 ふ。下のチェストにも入ってるの？なんじゃこやぁ。ぬはは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 。金ピラミッド？余裕で作れますけど、これがトラップタワーの成果だー。そうだ、ちょっと面白い地形を発見したんだ。ちょっと遠いけど見に行ってみよう。ここら辺は石ハーフブロックじゃなくて、ネザーレンガハーフブロックを使ったよ。整地した時に集まったネザーレンガを焼いて作ったんだ。石を集めるのも大変だからさ、動画で映さない場所は、石以外のハーフブロックでもいいか、って思って手抜きしたんだ。動画で映す部分だけ整地して、そこだけ石ハーフブロックにすればいいやって思ってね。視聴者に気づかれなければそれでよしさ。へぇ。自分が言ったことを思い出して、よく考えてみるのをおすすめするよ。この地下洞窟の奥に面白いものを発見したんだ。この奥だったかな？あったあった。岩盤？そう。岩盤がむき出しの洞窟を発見したんだ。これは僕が地下を掘ったんじゃないよ。自然生成でこういう地形ができていたんだ。ネザーにはかなり地下深くにも空洞があるのだ。そしてそれを発見しないと、湧き潰しが十分にできなくなる可能性がある。本当にネザーの湧き潰しはめんどくさすぎる。お客さんだよ。いや、泥棒か？もしくは土地の占領に抗議しに来たとか。勝手に入るな。神聖なるピンク部屋を汚すんじゃない。体がピンク色だからって許さないぞ。どれくらい集まったかな？いいね。たっぷり集まってるじゃないか。ゾンビ肉の処理がめんどくさいんだよな。ホワイト君の方はどうかな？おっと、溢れちゃうよ。いっぱいになるとホッパーが詰まって大変なことになる。さあ、集金集金。金インゴットを一度に64個作るのが快感なのです。あっという間に金が集まるのです。金集めが終わったら、次はゾンビ肉を処理しないといけないのです。ナリキンブラザーズにあげれば、エメラルドと交換してもらえるでしょ？わざわざネザーからゾンビ肉を持っていくなんてめんどくさいよ。ゾンビ肉はそこら辺に捨てていくよ。ポイ捨てかよ。すぐ近くにマグマがあるんだから、そこに捨てなさいよ。マグマに間違ってダイヤツールとか捨てたら大変だ。だから床に捨てていくよ。こうして毎日ゾンビ肉が床に捨てられていきます。そしてゾンビ肉の道が出来上がるのです。これじゃゴミの不法投棄だよ。ここら辺の土地の所有者は僕だから、僕が何をしたって自由さ、決して不法投棄じゃない。いや、普通にこの辺臭くて迷惑なんですけど。そしてゾンビ肉の処理が終わる頃には、あれを処理というのか？さらに菌が集まっているのです。それらを回収して、作業終了。また侵入者かよ。あ、剣を運び込むんで当たらないように注意してね。ああ、手遅れだったか。そして集まった金インゴットをさらに、一気に64個の金ブロックにするのです。そしてこの瞬間、なんとも言えぬ優越感に浸るのです。優越感？侵入ゲット。さて、砂漠のある島に行きますかね。石の採掘をしていた場所に行くよ。また石集めするの？いや違う。ウィザーを倒しに行く。穴掘ってそこにウィザーを閉じ込めて、一気にやっつけちゃおう。今回はビーコンの力も借りてウィザーを倒すよ。耐性2がいいかな。ダメージを気にせずに攻撃できたら楽だね。鉄より金の方がたくさんあるから。金で作動させるのだ。金の方があるって異常だよね。あ、掘りすぎちゃった。別の空洞に繋がってしまったか。あ、ゾンビ、ダイヤソードにぶつからないように注意してね。
注意し終わる前にぶつかるとか前方不注意すぎる。責任転嫁しすぎ。僕は悪くないもん。先生に褒められるいい子だもん。掘りすぎた穴は埋め埋めするよ。違う、壁に飾るんじゃない。ソウルサンドの上に置きたいの。さて、作業を開始しますか。よっこらせ、逃げろー。再びウィザーとの戦いが始まる。果たしてウィザーは僕に勝つことはできるのか。僕という強敵が今襲いかかる。二人ともごめんねー。無言で倒しちゃって。ボスの扱いがひどすぎる。結局治癒のポーションも牛乳も必要なかったわ。はい、お星様二つ。残念。ウィザーは私に勝てなかったわ。ついでにお土産持って帰るか。見つけたけど放置していたチェスト。全部持っていくのはあれだから、パンと小麦だけは残しておいてあげよう。次にこのチェストを見つけた人のためにね。僕ってなんて親切な人なんだろう。いろいろ反省した方がいいと思うよ。いやー、ビーコンってすごいね。ありがたやありがたや。それで、約束のものはできたのかしら？もちろん。バッチリさ。ご要望通り、金ピラミッドビーコンを作ったよ。それではお披露目です。霊夢ちゃんのために二つも作っちゃったよ。ほら、光を見て、紅白の光にしたんだよ。まさに、霊夢ちゃんのためのビーコンなんだよ。その真ん中のハートは何なのよ。心を込めて作ったという証さ。余計なもん作るな。まったくもう、いっつも余計なことばっかりして。やたら金を無駄遣いしてるわね。霊夢ちゃんのためのレッドカーペットだよ。そしてこれぞ贅沢の極み。金のお風呂。誰が入るかこんなもん。ほら、そこがガラスだから、魚を見ながら優雅に入浴できるよ。絶対下から覗くつもりでしょうが。全く信用されてないな。当たり前でしょ。僕は覗きなんて卑怯なことは申しない。全く。あんたといると疲れるわ。その疲れをこのお風呂で取ればいい。入らないって言ってるでしょ。そもそも脱衣所すらないじゃない。そんなもの必要ない。はぁ？ここはね、女湯じゃないんだよ。どういうこと？なんとこのお風呂は、混浴専用なのです。混浴専用？カップル以外を断り、恋人同士専用のお風呂。もう何も隠さなくていい。脱衣所なんていらない。服なんてここに脱ぎ捨ててしまえ。さあ、霊夢ちゃん、一緒に入ろう。いい加減反省しろー。それで、そのことはうまくいったのかい？全然ダメでしたよ。なんかめちゃくちゃ怒られちゃいましたよ。女心は複雑だから難しいわね。まあ、次のチャンスを狙いなさいな。覗きなんて卑怯なことはせず、正々堂々と正面からアプローチする。だが今回は失敗してしまった。本当はここに連れてこれればよかったんだが、紫は古くから高貴な色とされてきた。また金は富の象徴であり、
ラピスラズリは古くから装飾として、それ前聞いたわ。ここはお客様をおもてなしする神聖な場所。ここで霊夢ちゃんを、お、もう、て、な、し、したかったんだけどな。恋は盲目。落ち着いて周りをよく見なさい。ふう。人生は困難だらけだ。まあ、いろいろあったけど、トラップタワー製作が成功したから満足さ。この島にお越しの際は、ぜひ金のお風呂をご利用ください。24時間いつでも利用可能ですよ。昼間に入る度胸のあるカップルも大歓迎です。この島はリア充を応援するためにあるのです。よかったらチャンネル登録してね。さあ、みんなもゾンビピックマントラップタワーを作ってみよう。前の動画もよかったら見てね。